今日話しするのは阿川佐和子さんについてです。阿川佐和子さんは1953年東京都で生まれました。父は作家の故阿川博之さんです。慶應義塾大学卒業後、報道番組のキャスターなどを経て、エッセイスト、小説家、タレント、女優としても活躍されています。新幹線のぞみ号の名付け親でもあります。講談社エッセイ賞、坪田常時文学賞、島瀬恋愛文学賞などを受賞され、エッセイ聞く力、心を開く35のヒントは2012年年間ベストセラー総合1位を獲得し、ミリオンヒットを記録しています。正義感にあふれた主人公や生き生きとして身近に感じる登場人物は、読後元気を与えてくれます。やっぱり私は本から離れられそうにありません。